トゥルーラブストーリーリメンバーマイハート42回目。前回は草薙さんをクリアいたしまして、もう岬の音的にもかなり埋まりましたね。残るはあと一人。最後に攻略するキャラクターは最後ではないのかな、弥生ちゃんのターンが始まります。ゲームスタート。弥生ちゃんは春夏秋冬ね、全部あるキャラクターなんで、今回も全部いきますからね。春から順番に。君の名前を入力してね。かっこいい。入力してねって言われちゃった草薙さんに。いや、前回の草薙さんとその前ののぞみちゃんが結構ね大変苦戦しちゃったので、今回はどうかななんて思ったけど、弥生ちゃんはちょろそう。多分難易度的にはそんな高くないとは思うんですけどね。どんな人？パラメーターはどうしようかな。ちょっと弥生ちゃんの好きそうなキャラクター、多分センスはバッチリがいいと思うんですけど、でもだから全体的にやっぱパラメーターは大きい方が、あの子やっぱり憧れ方面に行く子なんで好きなんだろうな、そういうのが。でも性格活発もちょっと違う。あの子自体は結構おとなしい子ですから、これ真ん中にしておきましょうか。タイト、意外と不真面目のキャラの方が好きだったりするかもしれませんね、弥生ちゃんね。なんか悪い男に騙されそう。なんかちょっとヤンキーチックなキャラが好きそう。ちょっと不真面目気味にしておこう。かっこいいのね。なんか鼻で笑われた草薙さんに。でもかっこいいって言ってもらえた。これでいってみましょう。春、さあどんな感じになるかな。なんかの時にもちらっとお話ししたような気もするんですけど、このゲームを始めて一番最初に可愛いなと思ったキャラクターが、実は俺はね、弥生ちゃんだったんで、今回こうやって初めて攻略できるの楽しみですよ。弥生ちゃんはなんか岬に紹介されたりだとか、あと目にゴミが入ってるっていう、だから2年教室じゃなくて1年教室の方がいいのか。1年教室に5つの放課後はテニスコート、そうだね、テニスコート、テニスコート、多分これがね一番鉄板で会える行動パターンじゃないかなと思われます。でも今まで結構ずっとプレイしてきてて、結構いろんな場所にね弥生ちゃん出てくるんですよね。だから一概にそう簡単に、今回もタタタン超特急にぶつかってしまいましたね。やめちゃん、みさきちゃん。テニスコート、テニスなんだっけこの衣装、スコートか、スコートみさきちゃん、かわいいの。だからみさきちゃんルートの時はここに来るのがいいんだろうな。大したことないね。いやでも多分行動パターンとしては弥生ちゃんと同じなのかな。やっぱり1年教室5つのテニスコートかな。出会えていないまま日曜日になってしまいました。あれ弥生ちゃん出てこねえな。どうしようかな。じゃあとりあえず今日はもう一日中買い物に行きましょう。弥生ちゃんの好きなアイテム、あのクマのぬいぐるみとかって、あれ絶対弥生ちゃんだと思うんだよね。エプロン、エプロンもあるな。サボテンも好きそうだし、イヤリングも好きそう。どれでも喜んでくれそうなんだよな。いやイヤリングかな。ちょっとこういうおしゃれなものの方が好きだったりするかな。さあ何か、あったぬいぐるみ、これ絶対好きだよ弥生ちゃんは。あとはそうだな、なんかいいアイテムないかな。リスト、テレビゲームか。テレビゲームやるかな。サボテン、ゲーム買っとこう。こんな感じでアイテムを揃えつつ日曜日ターン終了。もう月曜日次の週になっちゃった。ちょっと早いうちに出会っておきたいな。お兄ちゃん、美咲、このパターンってもしかして紹介されるやつ、出た。この2人いいな、1年コンビ、美咲ちゃんと弥生ちゃんじゃないですか。紹介されるなこれ。美咲よ、何なんだい美咲ちゃん。一言でもあざといもんね。私が親友を紹介しようと思って。でこのあざとさがいいんだよな、弥生ちゃんは。南弥生
ゆいです。はじめまして。かわいい。やよいちゃんはじめまして。みさきの兄の大輔です。そっか、こんにちは。今まで意識してなかったけど、みさきちゃんの名前も伊助みさきになってるんだね。オールひらがなでした。やよいちゃんもう惚れてるもんね。だってこれ、ね、落ちる落ちないの以前にこういう始まり方だもんな。すごいよな。いや出会えました。むむ、あれはみさき、伊助みさきさんだ。伊助みさきちゃん。何お兄ちゃん、うん、お前どういうつもりだよ。何のこと。弥生ちゃんのことに決まってるだろ。弥生がどうかした。紹介してきちゃったもんね。みさきもどういう気持ちなのかな。そ、あ、そうだよ、俺たち転校するんだよ。それなのに紹介するなんて。兄ちゃん声が大きいよ。あ、これ秘密だったね。仕方なかったのよ。どうしても紹介してくれって迫られちゃった。だからもう惚れてるよね。弥生ちゃんね、どうするつもりなんだよ。だからよろしくって言ったでしょ。よろしく、うまくやってよね。まあまあ今回は弥生ちゃんルートだからうまくやります。テニスコートに来てきた。なんかボールがぶつかった。テニスボール、すみません。やっぱり弥生ちゃんか。ちょっとボールを変な、あ、かわいい。みさきちゃんのお兄さん。みさきちゃんのお兄さんです。大丈夫ですか。似合うな、スコート姿が。心配ないよ。はい、ボール、ありがとうございます。弥生ちゃんとテニスしたいな。あれ、なんだこの沈黙、どうかした。先輩、血液型は何者ですか。なんで急に血液型。これ自分のリアルなあれでいいかな。 A 型です。やっぱり今日の A 型は丸いものに注意って占いに出てました。なんかだから注意した方がいいですよ。いや、注意した方がいいのは打った弥生ちゃんじゃないかな。ぶつけてきたからね、弥生ちゃんが。失礼します。すごいな。でも恋のボールぶつかっちゃいました。もう弥生ちゃんに夢中だわ。今日もテニスコート。あ、弥生ちゃん。先輩、何ですか。可愛いな、この子。覗きに来ちゃったよ。はい、何ですか。まだちょっとでもあんま好かれてないのかな。怯えてるね、ちょっとね。小動物じゃん。いやー、でもこれ多分上がり方も早いと思うんですけどもね。ちょっと早いうちに下校。あー、起きた。下校イベント。このテニスラケット持ちながらの下校ってのもいいんだよな。はい、そうです。あれ、でも一緒に帰れるかな。まだ無理かな。弥生ちゃん一緒に帰ろう。私、うん、あれ、そのあれ、さよなら。あー、ちょっと待って。弥生ちゃん逃げられた。でも小動物じゃん。ちょっともう、あ、弥生ちゃん、今日も下校イベントが発生したけど、はい、そうですけど、そろそろ一緒にっていうか、まだ早いけど、どうだろうな、一緒に。あ、逃げられるか。突然そんなこと言われても。逃げられちゃうか、どうかな。そんなに身構えなくても大丈夫だよ。そのセリフが危ねえよ。そうですか。あ、でもやった一緒に帰れる、弥生ちゃんと。それじゃあ、今週はまだデートできないんで。あ、かわいい。そうですね、アイテムはまだじゃあ来週に残しておきつつ、あ、みさきのこととかそういう会話で好感度を上げる作戦。最近みさきちゃんの様子おかしくないですか。あ、やっぱり天候のこと気にしてるんだよ。なんでも先輩なら何か知ってるかと思ったんですけど。うん、そう、元気ないか。でも心配いらないよ、あいつ気分優だから。明日にはケロッとしてるんじゃないかな。そうですよね、うん、この弥生ちゃんの髪の揺れ具合が可愛らしいな。いいな、カチューシャペロペロしたいな。学校の話題、電車、うん、あ、電車通学なんだ、弥生ちゃんって。全然大変じゃないですよ。確実に痴漢されるな。変な言い方だけど、痴漢ものが似合う。よくわかる、痴漢ものってなんだ。いいえ、中学の時もテニス部だったの。手芸部でした。手芸部、テニスは高校から。はい、美咲ちゃんに一緒に入ろうって言われて、それで。本当仲良しだね。趣味の話題、弥生ちゃんの趣味かわいいものを集めるの
が好きなんです。あ、ぬいぐるみあるよ。可愛いもの好きという情報を得ました。じゃあスポーツの話題もいいんじゃない。テニス。そうかもしれませんね。あれ外した。あ、外しちゃったよ。じゃあ進路の話題なんかいいんじゃないかな。そうですか。あ、微妙だった。外しちゃったな。ここで終わりか。ちょっと最後につまんない会話しちゃったな。じゃあここで、はい、失礼します、うん、とっても楽しかったです。痴漢に気をつけてね。そうだ、それこそ学校にだって痴漢出てくるぐらいですからね。危ないよこの近辺、狙ってるやついますからね。後藤さんに蹴り上げてもらおう。後藤さんに潰してもらうから大丈夫、安心。日曜日、この日曜日はどう行動したらいいのかな。とりあえずもうアイテムは十分だと思うんで、ああ、アクセサリー屋さんだ。絶対アクセサリー好きだよ。ゲーセンとかはいないだろうな。あ、でも以前公園とかで会えた気がしたんですよね。アクセサリー屋さん、公園、本屋、ああ、もう一回アクセサリー。こんなんどうでしょうかね。一回会えればそれでいいか。あ、いきなりいた。弥生ちゃんやっぱ好きなんだね、アクセサリーね。手芸部だったもんね、はい、手芸つつ、何ですか。ちょっとずつですね、そうなんですか、会話もできるようになってきましたよ。うん、ああ、そんな感じでした。あれ、教科書が落ちている。あ、これって1年生の1年 A 組南弥生、弥生ちゃんの教科書だ。ペロペロしちゃおう。何フェチなんだよ。弥生ちゃん、教科書落ちてたよ。美咲ちゃんですね。あ、いや、美咲じゃないんだよね。あれ、いないみたいですね、うん、どこ行っちゃったのかな。弥生ちゃん、美咲じゃなくて弥生ちゃん、用があってきたんだ。あ、私にですか。これで照れちゃうとこが可愛いよな。はい、これ私の教科書。うん、落ちてたよ。ありがとうございます。ダメだな、教科とひょっとしちゃ気づかなかった。全然気づきませんで。何喋っても変態っぽい口調になってるような気がするんだけど。よかったね、見つかった教科書、はい、先輩に拾ってもらえるなんて。移動教室の時とかに落としちゃったのかな。おまじない。私、占いとかおまじないとか好きなんです。占い好き、そうなんだ、うん、あ、だからもう下校の時のね、会話、占いの話題っていうの、これ絶対弥生ちゃん向けの話題だよね。よかった。次の時ちょっと試してみよう。それじゃあ、ね、ありがとうございました。教科書落としちゃダメだよ。早く早く。あ、美咲じゃないの。早く早くっつってたけど。あ、弥生ちゃん、弥生遅れちゃうよ。何してんの。早く早く。部活行くのか。テニスラケット持って。この二人仲いいんだな。待ってよ美咲ちゃん。うん、急がなきゃ先輩に怒られちゃうよ。先輩、怖い先輩いいのかな。テニス、私が忘れ物なんかするから。そうなんだ。そんなこといいから、早くネット張らないとグランド10周よ。そっか、1年生がネット張るんだ、テニス部って。玉拾いとかもするのかな、1年生。結構苦労してんだな、頑張ってんだな、テニス部。この後確かテニス部テニスコート見に行くんで、うん、今日も覗きに行っちゃうからね、テニス部の女子たちをね。もう変態、おーすか、こらな、お前、この変態野郎め、貴様。俺はもうこの気持ちを抑えられないんだ。俺も抑えられないんだ。あ、雨だ。ってことはこれもしかして傘を弥生ちゃんに。先輩だね。このイベントね、たまに発生するんですよ、雨の日に。弥生ちゃん、傘ないんですか。傘ないんです。まさか雨が降るとは思わなかったんだ。あー、いい子この子。よかったら私の傘使ってください。これでも悪いよね。あいあい傘じゃないんだもんね。使ってください。この可愛らしい傘。わかった、なら一緒に入ろう。そんなことは恥ずかしくて。私は大丈夫です。恥ずかしいって。使ってください。いやでも弥生ちゃんびしょびしょになっちゃうよこれ。ちょっと待った弥生ちゃん。また走って行っちゃった。まさかこんなことになるとは、弥生ちゃんに悪いことをしてしまった。うん、ちょっと心配だね。傘ペロペロしちゃおう。何でもペロペロすんじゃねえよ。あ、なんだ、昨日の傘を弥生ちゃんに返さないと。
そうだよ。あの可愛らしいのもらったままだよ。やよいちゃんつってクラス行ったらびっくりする。あ、みさき、こんなお兄ちゃんでごめんね。やよいちゃんは、お兄ちゃん今日やよいは休みだ。休み、もしかして風邪ひいたらしいんだ。あ、傘を持ってたはずなの。もう完全に俺のせいじゃん、傘。あ、もうそっか、やよいちゃん傘を俺に貸して走って行っちゃったんだよ。なんで、一緒に入って帰ればよかったのに。そう言ったんだけど、走って行っちゃったんだよ。引き止めたんだけど恥ずかしいとか言って。じゃあ見舞いに行ってあげなきゃね。お見舞いイベント、まさかの俺が迷惑じゃない。もう鈍いわね。大丈夫よ。関係主人公で、家の場所は教えてあげるから。マジか、弥生ちゃん家行っていいんすか。へえ、弥生ちゃんの看病したいしたい。マジか、ちょっと風邪になっちゃったのはね、あの申し訳ないけど、看病イベントは楽しみだぞ。あ、弥生ちゃんの家は確かこの辺だったと思うんだけど、あれか、本当に来ちゃったよ。珍しいっすね、他の子でこういうイベントなかった。あれ、でも元気そうだよ、なんか弥生ちゃん。いきなり家来ちゃった。あ、いや、弥生ちゃん、パジャマかわいい。パジャマ姿を見れるのってね、ほんと美咲ぐらいだったから。弥生ちゃん家来ちゃったよ。僕のせいで風邪をひかせちゃったみたいだから、せめて俺お見舞いに。それ恥ずかしいよね、いきなり来てパジャマ姿見られる。うん、寝てなくて大丈夫？はい、熱はもう下がりました。そうなんだ、回復力が早い。借りた傘ここに置いておくよ。じゃあこれで、え、これだけ？先輩、上がっていってください。マジか、上がっていって。ああ、いいよ、気を使わなくて、様子見に来ただけだから安静にしてた方がいい。はい、おとなしくしてますか。この子、あれ、先輩かわいいな。何？うん、なんでもないんです。うん、わざわざありがとうございました。いやいや、これ風邪は治ったかもしれないけど、恋の病の方はどんどん重症になっていってますよ。おやすみ、やよいちゃんを大事にね。でもね、先輩、あれ、やよいちゃん食べちゃいました。お昼、お昼はまだ食べてない。お弁当作ってきたんです。マジか、よかったら一緒に食べませんか。ものすごい懐いてきたな、やよいちゃん。お弁当作ってくれたの、あ、嬉しいね。どこにしようかな。あ、先輩、まさか弥生ちゃんの手作り料理が食べれる日が来るとは思わんかったよ。うわ、うわ、すごい色合いしてるけど。焦げ焦げじゃないの。なんか煮干しみたいのがあるんだけど、これは弥生ちゃん料理好き？初めて作ったんです。初めて。マジか、なんかちょっとバッタみたいの入ってねえか。何の食材なんだか分かんないけど、あ、でも初めて作ってくれたんだね、かわいいけどちょっと怖いな。遠慮しないでください。先輩のために作ったんです。そっか、この子こういうギャップあるんだ。料理ど下手くそなんすね。あ、これ卵焼きなの、おせんべいかと思ったわ。バカ焼きかと思った、バカウケか。ちょっと焦げすぎ、パクリ。これは美味しいですか先輩。ちょっとちょっと、甘すぎる上に焦げてるから何とも言えないまずさ。甘いのかよ、しかも美味しいよ。こっちのも美味しいですよ先輩。味見したのかなこの子は。そうかい、じゃあいただこうかな。魚の切り身も焼きすぎ、真っ黒になって、いや、このなんかバッタみたいのは何なんだろう。炭のような舌触り、苦い。美味しいですか。この子すげえ魚焼くの上手だね、やよいちゃん。嬉しい、もっと食べてください。めっちゃおにぎりも一生懸命握ってあげてるわ。おにぎりなんかすごいバラッバラなんだけど。もちろんいただくよ。形はいびつだけど、おにぎりなら大きな失敗はないだろう。パクリ、しょっぱい、塩のつけすぎ。美味しいですか。もちろん。料理ど下手くそだったこの子。マジか、やよいちゃん飲みなかったですか。いや、十分ボリュームたっぷりでお腹いっぱい。よかった、じゃあまた作ってきます。楽しみにしててください。結構危ない子だったこの子。あ、やよいちゃん、これあげます。何あげる、血芸が食べられないの。もう、あ、プレゼントイベント、マジか、占いの。やよいちゃんらしいな。別に何でもないです。ほんと占い好きだな。
なんだかご機嫌だね、弥生ちゃん。はい。もう、そっか、この段階でもうプレゼントイベントが起きる。やっぱ上がり方がすごい早いですよ、好感度の。はあ、血液型占いの前にちょっと料理の勉強を、料理の本をちょっとプレゼントしたいぐらいなんだけどね。僕に何か用？後藤さんね、多分後藤さんの料理は食べたことないけど、多分同じぐらいの腕前だと思う。ごめん、それどころじゃないんだ。いやー、おー、やよいちゃん、1年生もボールを打たせてもらえるようになった。なんか頑張ってるね。これはフェチが詰まった画像だな。サムネ画像決定じゃないこれ。ちょっとやよいちゃん、テニス部頑張ってますね。すっげー覗くから俺テニス部を。ずっと見てるからね、テニス部をね。転校すべくして他に飛ばされる。あ、オスがこの変態め。またお前もテニス部覗きに来て。あ、下校イベント来ましたね。先輩、やよいちゃん、どうしたんだい。あ、もしかしてそっちから。マジか。いやいやいや、なんでもないです。ちょっと待ってよ。さよなら。待って、やよいちゃん、一緒に帰るかい。こんなに疲れてんだ。ご一緒します。すごいな、この好感度の上がり具合というか、予想通りのチョロさ。まだプレゼントもあげてないですからね。それじゃあ、あ、お見舞いのこと、そうだ、風邪大丈夫？わざわざお見舞いに来てくれるなんて嬉しかったです、うん、心配したからね。だって傘をね、もらったせいで一緒に傘入って帰ればよかったのに。恥ずかしくて。恥ずかしいかい。そこで恥ずかしがるのが弥生ちゃんの可愛いところ。ここ行きたかったんですよ、占いの話題。雑誌の占いに出てたんだけど。すっごい、先輩って何でも知ってるんですね。めちゃくちゃ好感触じゃないですか。あれでもこれちょっとハートがドキドキ行きすぎて打ち切りになりそうで怖いな。じゃあちょっと プレゼント大丈夫かな。プレゼント作戦行ってみよう。クマちゃんのぬいぐるみあげるからね。本当ですか、うん、ありがとうございます。もう高校生じゃねえな。もう小学生ぐらいの相手にしてる感じ。あ、でももうちょっとハートドキドキが破裂寸前よ。褒めるとか行きたいんだけどな。ちょっと破裂しそうで怖いんで、褒めるだけ行こうか。弥生ちゃんって、先輩褒めるの上手なんだから。言い方おい。あ、マジか、打ち切り。うわー、やりすぎた。そっか、今んとこで誘えばよかったんか。私次の電車で。ちょろすぎるのも考え物だな。うん、弥生ちゃん、そっか、振り方が急すぎだ。ずいぶん焦ってた。そうだよね、テレ屋さんだもんね。その辺もうちょっと考えてやらないといけないんだな。ちょっと大丈夫かな、今週中にもう一回下校イベント起こしたいな。お、来ました、弥生ちゃん。先輩、先輩って言われるのいいな。俺先輩って言われるの好きなんですよ。あのリフラブ2の時のね、泣けーもそうでしたけども。先輩なら、先輩って言われるのも好きなんだよな。弥生ちゃん、一緒に帰ろうか。はい、ご一緒します。今日こそね、上げすぎないように頑張ってデート誘いましょう。プレゼントじゃなくていいか、普通の会話で多分十分。じゃあ占いの話題やっぱり。先輩、聞いてください。私、うん、最近おまじないの本を買ったんです。またおまじないの本。外国のおまじないとかもたくさん紹介されてるんですよ。ほんと好きなんだね、そういうのね。先輩にも教えてあげますね。スピリチュアルやね。それじゃあ恋愛の話題、男性の好みって言ってみましょうか。弥生ちゃんの男の好みは。そうなんですか、すごいですね。いや、そうなんですかじゃなくて、恋愛の話題。素敵な恋がしてみたいです。あら。かわいい。先輩は好きな人いないんですか。負けー。弥生ちゃんはどうなんだい。私は、あ、いいね。あ、でもちょっとドキドキがやばいな。もうここで行きましょうか。なんか見つめるとかのリアクション見たいんですけどもね。ちょっとハートをもうちょっと不整脈になりかけてるんで。弥生ちゃんがデートに誘う、行ってみよう。日曜日どっかに行かないかい。これもういきなり初デート行けますかね。え、に、日
生日にですか？そうだよ、危なくないよ、お金あげるからね。いえ、何もないです。お金たくさんいるからね、弥生ちゃんね。温水プール、え、いきなりプールイベント、春なのに。駅の向こうですよね。マジか、うん、よかったら行かないかい。下心ありありじゃねえかよ、危ねおじさんよ。じゃあ日曜日、はい、そうか、日曜日楽しみです。春の水着イベントか、珍しいな。さよなら、はい、弥生ちゃん。さよなら先輩。これは楽しみだぞ。お金たくさんあげるからね、札束のプールに入れてあげるから。どこの石油王なんですかね。あ、弥生ちゃんが神社にいる。何してんの。あ、もしかしてお祈り。あ、ちょっと草薙神社で何をしているんですか、弥生ちゃん。これは目撃しちゃったんじゃないのか。先輩です。何のお願いだい。何でもないんです。失礼します。このなんかね、なんでしょうね、この慌てふためくところが本当に可愛らしいよな。ベストオブ慌てふためくガールですよね。何にも出てこなかった。さあ日曜日になりました。今日は弥生ちゃんとの初デートですよ。しかも温水プールって言ってましたからね。いきなり、ちょっと前まで風邪ひいてたのに。いいのかな、温水だからいいのか。水着姿を見れちゃうのかね。さあさあさあ、弥生ちゃん、これですっぽかされたらへこむな。弥生ちゃんは、あ、先輩です。やっぱ先輩って言われるのっていいな。弥生ちゃん、おはようございます。先輩待ったかい。うん、今来たところです。うん、こんな季節にプールなんて不思議な感じしますね。そうだね。さあ行こうか。はい先輩。おいおい、ちょっと二人っきりでプールだよ。あ、プールだよ。あ、そっか、この水着か、ね、キャンディー水着あったね。これもっとお風呂みたいにあったかいのかと思ってました。うんうんうん、弥生ちゃん、この水着可愛らしいよな。さすがにそこまで暑くないよ。そんなに暑かったらのぼせちゃうよ。そうですよね。その水着かわいいね。本当ですか、うん、嬉しいな。照れやよいちゃん、8話に照れてるけどね、この子はね。さあバッシャバッシャしておりますよ。この子泳げるのかな。あ、でもテニス部だから運動神経はいいのかな。どっちが長く潜っていられるか競争しようね。そんなことする。ああ、いいね、面白そうだね。じゃあせーので潜るんですよ。負ける気がしないけど大丈夫、弥生ちゃん、負けないぞ。せーの、どっちが潜っていられるか対決。バッシャーンとね。ちょっと弥生ちゃん、マジか、こんな可愛すぎるわこれ。息止めてる弥生ちゃん。ブクブクっつって、ちょっとちょっと。これはいろんなとこ見ちゃうな。息止めてほっぺた丸くしてんの可愛らしいですね。あー、どうしよう、もうダメだ、もう少し我慢だ。いやー、ここはどうしようかな、もう少し我慢しちゃおうか。ブクブクブク。いや、弥生ちゃん大丈夫これ、この子倒れない。ちょっとちょっと、さすがに苦しくなってきた。どうしよう、弥生ちゃん意外とすごいな、頑張ってるな。弥生ちゃんには負けられない。ここは先輩としての意地を。結構これ死んじゃうよ、本当に。これ以上は死んでしまう、こうなったら死ぬ覚悟だ。弥生ちゃんとの生き止め勝負でこんな生き死にの形になってくる。じゃあ死ぬ覚悟でやるよ、俺弥生ちゃんには負けねえよ。あ、でもザバーン出ちゃった。顔から水をあげると弥生ちゃんはまだ頑張っていた。この子肺活量すげえな。弥生ちゃん死んじゃったかと思っちゃう。私潜るの得意なんです。あ、そうなの。今まで誰にも負けたことないんですよ。意外な特技、息止め。いや楽しかった。すごい、ほんと死にかけちゃった弥生ちゃんとのデートで。疲れちゃいましたね。うん、どこかで休もうか、はい、いやでも眼福でしたね。あ、でもこれは弥生ちゃん
ケーキ屋さんがいいかな。はい、いいですね。あ、ほら、にっこりやよいちゃん。今の面白かったな。さあさあさあ、楽しかったですね、プール。うん、楽しかった。ところでさ、はい、何ですか。潜ってる時に気づいたんだけど、弥生ちゃんって水の中で目を開けてない。あ、そうだね、言われてみればね、ぐーっと閉じてたね。あれ可愛かった。先輩は水の中で目を開けてるんですか。ね、当たり前だよ。先輩、からかってます。からかう、からかうってどういうことよ。みんなも目は開けるよ。じゃあ水の中で目を開けてるからまっすぐ泳げるんですか。まっすぐ、うん。目開けれないんだ。みんなはどうしてまっすぐ泳げるのか。あの目薬、ロート、ロートしよう、ロートふふ、弥生ちゃんらしいや。本当はゴーグルつけた方がいいんだけどね。これからまっすぐ泳げるねどれがいいんだろうな。でも真ん中はゴーグルつけた方がいいよね、プールはね。これ言ってあげよう、うん、そうですよね。やっぱり水の中で目を開けるなんて怖いですよ怖いか、弥生ちゃんって可愛いね。え、可愛いって急に言っちゃったから照れちゃったよ。これもいい空気だな。こうして楽しい二人の時を過ごした。もうそんな感じの一日でございました。はい、私もとっても楽しかったです。うん、じゃあ帰ろうか。はい、さようなら先輩。これも春からいきなり3回デートの黄金パターンいけるかもしれませんね。いやー、弥生ちゃんは可愛いや。この破壊力にはやられちゃいますね。それじゃあ前半戦はこの辺まででございます。春の前半戦、岬チェキいってみましょうか。もう相当上がってると思うんですよね。やっぱり憧れ方面に進みつつハートに進んでる。あ、もうここまでいってるもん。憧れマックスだよこれもうすごいな。やっぱ目を開けられる、水の中で目開けられる人は憧れるのかな。でもあんなに長く息止めてられる弥生ちゃんってのも意外なところがありましたね。やっぱこうプレイしていくと意外な面がいろいろ見て、料理がどれだくそだったりうん、でもテニス部ですごい頑張っていたりね。いや、どんどんやっぱりね、弥生ちゃんの魅力がまた分かってきましたよ。これ後半いよいよ本格的な恋になってくるとどうなってくるのか、また楽しみですね。それでは今回はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も一緒にテニスをしよう